チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真里奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、鬼滅の次は、呪術廻戦に、韓国で批判。その内容がこれ、についてです。庵野秀明さん、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダー、次のシンは、何ですか？シン・近現代日本史、お願いしたいマリナです。呪術廻戦の、神風に韓国で批判。鬼滅の刃に続いて、反日団体の標的に。韓国で劇場版、鬼滅の刃がヒットしているけれど、炭治郎の耳飾りの模様が旭日旗に見えると言って、批判する騒動もラブリー日本では紹介してきました。そんな中、次は、ネクスト鬼滅の、呼び声が高い、呪術廻戦も、彼らの標的にされ始めました。タイトルは4月3日の現代ビジネスの記事。今回の記事はヒュンデビジネスのものです。呪術廻戦は、2018年から、週刊少年ジャンプで連載されている漫画です。アニメも大人気です。映画制作の発表もありました。まさに、鬼滅の刃と、同じ流れですね。物語の内容もざっくり言うと似たような感じ。現代を舞台に、怪物のような姿に可視化された、呪いと戦う強力な、呪いを宿した少年の話、といったところですかね。ごめんなさい、ざっくりすぎかな。高校生の主人公がいろいろな術で、呪いたちを倒す仲間と、一緒に戦う中で成長していくわけです。似た感じでしょ。そして、連中のイチャモンの対象にもなるのも同じ。韓国でも人気になっているわけですね。わざわざ、韓国語版を出して、文句言われて、日本側もいい加減懲りなさすぎです。ま、鬼滅の刃が、こんなことになる前に、呪術廻戦は、輸出されてしまっているので、仕方ないのですけどね。で、呪術廻戦の何に、イチャモンをつけているかですよね。怪物の形となって、襲ってくる、呪いを倒す、術、戦術で、カラスを敵に突撃させて実施させる、神風、バードストライク、という戦術が登場します。これは、呪術廻戦、12巻に登場する、呪術師、メイメイというキャラクターの、戦術、技です。これが、気に入らないというのです。戦術の名前の、神風、バードストライクが、神風特攻隊を、彷彿とさせるというのです。また、彷彿ですね。旭日旗と一緒です。メイメイというキャラの、私のために死んでくれるかい？というセリフもまた、天皇のために死をもって忠誠を誓った、特攻隊員をモチーフにしたのではないかと、戦艦国家の集団狂気を連想させると、彷彿だの、連想だのです。深読みしすぎだってば、どんだけ好きなんだ、っていう話。記事の中では、韓国でのネット上の批判の声も紹介されています。作者は韓国人の友人がいるはずなのに、なぜ配慮しない？右翼の国だと非難されているのに、日本は全く反省をしない。神風特攻隊によって、多くの人々が犠牲になったのだから、彼らの魂を鎮めるためにも、神風という言葉を使用禁止にすべきだ。日本人の歴史認識に幻滅したので、二度と日本の漫画は読まない。特攻隊として、動員された朝鮮人たちを無視した行為ではないか、というコメント。また、作中には韓国人の昆州という人物も登場する。それなのにわざわざ、神風という戦術名を使うとは、なんていう声も上がっているとか。作者も編集者もバカですね。この間、テレビドラマなどでも意味もなく韓国人キャラを出したり、韓国を絡ませる気持ちの悪さを、お伝えしましたが、結局こういうことになるんですよ。どうしても、韓国 P や韓国でなければならない設定って何なんでしょう。大した歴史もない国ですよ。中国ならわかりますよ。なんだかんだ言っても歴史はあります。
韓国人キャラとか韓国設定の代わりに、台湾とか、モンゴルとか、フィリピンとかタイとかじゃダメですか？韓国なんて大したマーケットではないですよね。インドネシアの人口の方がシェアは大きいですよ。マリナが漫画家、もしくは漫画編集者なら、韓国は避けますね。間違いなく。それとも、何か韓国を登場させたい別の理由でもあるんですか？呪術廻戦においては、アニメシリーズの監督が韓国人でしたね。他にもスタッフに結構そういったお名前が参見されます。潔い彼らは技術的にも、認めざるを得ないかもしれませんが、スタッフ含め、周りを取り巻く人たちの中には、日本名でそれとわからない人も多いのかな？作者は噂が立ったけど、大丈夫？記事の内容の続きです。神風というワードが作中に登場しているがために、呪術廻戦も、鬼滅の刃と同様に韓国人の、右翼呼ばわりから、逃げ切ることはできないだろう。第二次世界大戦末期、10から20代の若いパイロットたちが、天皇の名の下で命がけで突撃する神風特攻隊に志願した。特攻隊だけでも3000人を超える若い命が失われ、その中には朝鮮半島出身者も、20名ほど含まれていたと言われている。これは日本人にとって悲しみの歴史そのものだ。しかし、旭日旗や神風は、戦艦国家日本を連想させ、日本の帝国主義を広めるもの、と考える韓国人は少なくなく、神風特攻隊も旭日旗も、依然として反日運動の材料とみなされている。昨年、韓国を代表するオンラインショップで、神風関連の商品が販売された際も、抗議が殺到。反日運動家の、ソギョンドク氏は韓国メディアを通じて、神風という言葉自体を禁止すべき、と主張した。多くの韓国メディアも、漢字やローマ字で、神風、神風、などと記された商品は、日本の軍国主義を宣伝するものだから、販売を禁止すべき、という論調であった。2019年には、キョンギ殿の、ある教授が、日本の侵略の歴史を説明しつつ、神風特攻隊に感動した、という内容の話をした際、学生がこれを録音していたため、親日教授の暴言、として報道されたこともあった。韓国人の、日本の歴史叩きは、どこまで続くのか。韓国人の、日本の歴史叩きが、行き着く先は一体どこなのだろうか。ムンジェイン政権発足後、韓国での反日ムードは加速している。ヒステリックな、親日剥がりに続き、旭日模様一つで炎上するいわゆる、右翼反対運動も、勢いを増している。結局、鬼滅の刃は、劇場版アニメとネットフリックスで配信しているアニメにおいて、耳飾りの模様が変更されることになったが、それだけにとどまらず、韓国の反日団体は、全世界で旭日模様を変更すべき、と主張している。ノージャパンのスローガンのもと、日本製品不買運動を行う一部の韓国人たちは、一方で、日本車に乗り、日本食を食べ、日本産の部品が使われた精密機器を使うという矛盾の中にいる。ソ教授も登場しました。日本製品不買運動を行う一部の韓国人たち？逆じゃない？だから今回のような、漫画やアニメへのイチャモンが出るんですよね。鬼滅の刃を見た学生が、素直に友人に勧められないって何？反日運動が、一過性のデモとかと勘違いしてない？教育機関を通した徹底した、反日教育が、存在してるんですよ。そして、日本製のアニメや漫画も、ノージャパン、してください。お願いしますよ。日本の漫画出版社も、アニメ制作会社も、韓国向けに出すのを止めなさいな。今マリナが夢中な、僕のヒーローアカデミアも、進撃の巨人も、攻撃の対象になっています。僕のヒーローアカデミアは、2020年に新キャラクター、シガマルタの名前と、731部隊を絡ませイチャモン。進撃の巨人では、登場人物の女の子のセリフに、最もこのセリフというのが、洗脳教育を受けた大陸育ちの女の子が、島国の人々を罪深い者たちと称し、怒りをむき出しにするという設定も背景にあります。
作り手側の意図的なものも感じますけどね。ともかくね、でもね、神風、もともとは、蒙古襲来時に先兵としてやってきた朝鮮人にも脅威となった。海をうねらせた大風のことでもありますよね。そっちの方を悔しがってもいいんじゃないかなと、記事に戻ります。そうした一部の韓国人たちには、日本の先進コンテンツや技術力に対する劣等感を歴史問題にすり替えて、発散させようとする傾向がある。政治に利用しているし、そういう教育をして、その効果を発揮できるようにもしていますよね。不買運動の中にあっても、韓国で人気を博している、鬼滅の刃と呪術廻戦は、韓国が決して追いつけない日本のコンテンツ力を象徴しているとも言える、反日の標的になるということは、裏を返せば作品として優れているという証明なのかもしれない。このように記事は締めくくられますが、優れている証明を韓国人にしてもらう必要はないし、その代償に文句言われたり、作品を改変させられたり、海外への嘘の流布に使われたり、とんでもない話ですよ。関わらせるなっていう話です。出版社も制作会社もよく考えてね、よく見回してね周りを。特攻や原爆の話など、韓国の連中が口を出すと、対外政治的な動きがあります。市民団体とかいうのが、うろつくのです。こいつらこそ、呪いです。近隣諸国条項も呪い。慰安婦問題は、吉田政治と上村隆と朝日新聞の呪い。徴用工は、パクキョンシクの呪い。旭日旗はサッカー選手既存4の呪い。全部、戦術でやっつけてくださいな。もっとも全部、韓国が利用しているだけだけどね。今日、自転車にぶつけられそうになりました。おばさんの運転する自転車がまっすぐこっちに突き進んでくるので、思わず前輪を蹴って自転車の向きを変えてやりました。自分でもちょっとすごいなって思ってるマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。